帝政ローマ期のダキア一帯ダキア戦争は、101年から102年、及び105年から106年の2次にわたる、ローマ帝国とダキア人との戦争である。なお、ドミティアヌステーキに発生した、ダキア人との戦争を含めて、ダキア戦争と呼ぶ場合もある。紀元前70年に、前、ダキアを統一した、ブレビスタ王統地下のダキアは、ローマにとって脅威であったが、 ブレビスタの死後に、ダキアは部族ごとに4から5の集団へ分裂して、弱体化。個々のダキア部族によるローマ領内への侵犯はあった。ものの、ローマ国内での内戦やユダヤ族州ブリタンニアなどでの反乱にへの対応に追われていたこともあって、ダキア人との間で大きな戦争には至らなかった。その後、ダキアが再び統一され、86年に、 続修も、エシアを含むドナウ川流域のローマ帝国領への本格侵入が相次いだため、ローマ皇帝ドミティアヌスは、ダキアに対する備えとして、新鋭隊長であったコレネリウスフスクスを軍と共にも、エシアへ派遣した。87年デケバルスを王とするダキアに対して、ドミティアヌスは先端を開くことを決定し、ローマ軍は、ダキア軍とタパエ近郊で激突したが、 ダキア軍が干渉して、フスクスは戦死した。88年、前年の雪辱を期すローマは、再度、キトゥスユリアヌスを指揮官として、ダキア領へ侵攻。今度は、ローマ軍が勝利を収め、ダキア軍は敗走したものの、ゲルマニアスペリオル属州総督の、ルキウスワントニウスサプルニヌスによる反乱が起こったため、ローマ側の申し入れにより、 ローマとダキア人は平和協定を締結することで合意した。ただし、その内容は、ローマがダキアへ賠償金を払う条項があるなど、ローマにとって屈辱的なものであった。急戦協定締結以後もデケバルスは、モエシアなどドナウ川流域のローマ族州への侵入を、たびたび行うなど、ローマに反抗する姿勢を示していたことやたび重なる。 ローマ領内での軍事行動による出費で逼迫した財政再建に当てるべくダキアが産出する金や銀などの鉱物資源にローマが着目したことに加えて領土拡張に慎重姿勢を示していた歴代ローマ皇帝と異なり98年に即位したトラヤヌスはその面での積極さを持っていたことが重なってトラヤヌス及びローマはダキアへの本格的な軍事作戦を決意した 101年に元老院からダキア討伐に関する指示と承認を得た後、後トラヤヌスはダキアへ申請した。ローマ軍はドナウ川を渡り、102年にタパへの戦いでダキア軍に勝利を収めた。デケバルスはその後も抵抗をしたもののローマ軍へ降伏した。一旦ダキアと停戦したものの、トラヤヌスはダキアを将来的には征服すべき相手と見ており、 ダマスカスのアポロドーロスに設計させた現在も、ドロベタイコールトゥルヌセベリンに残る橋は来たるべき、戦争に備えて設けたものであった。また、デケバルスも一旦は休戦協定に応じ、北方、東方のゲルマン人への対処のために、ローマから、軍事、技術面での支援を受けたが、その支援の多くは、ダキア自身のために使われた。 降伏後しばらくはデケバルスもローマに対し従順であったもののやがてダキア諸部族を率いて兵を挙げドナウ川流域のローマ族州を次々に襲撃し略奪を繰り返した。105年デケバルスが協約違反を繰り返したことを大義名分としてトラヤヌスはダキアを撃つべく再度ダキアへ申請した。ダキア軍は地の利を生かして抵抗するが当初より 情勢は、ローマ軍優位に展開。106年初夏より、第2軍団アディトリクスピアフィデスト第4軍団フラウィア・フェリクスを、主軍、第6軍団フェルラターを分隊として、ダキアの首都サルミゼゲトゥサに対する攻撃を開始。当初は、ローマ軍の攻勢をしのいだものの、ローマ軍によるサルミゼゲトゥサに敷かれた、水道網の破壊工作が成功したことが契機となり、 サルミゼゲトサは陥落。デケバルスは首都から逃れたが、ローマ軍の追撃に遭い、捕虜となるのを拒み自ら命を絶った。ダキア戦争はローマの干渉となり、後にトライアヌスはローマ市内で凱旋式を挙行した。また、ダキアから産出される鉱物資源はトライアヌスによる、この後の遠征の資金源になるとともに、首都ローマ市をはじめとする。 ローマ統治下の各都市の発展に大きく寄与ダキア人の男性捕虜10万人は奴隷となってダキアから追い出された一方、代わりにローマ人が入植したことでダキアのローマ化が進んだ。ダキアには属州が置かれ、サルミゼゲトゥサは属州州とサルミゼゲトゥサレギアとなった。ダキア属州は皇帝ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスによって放棄されるまでの 約160年間にわたり、ローマ帝国へ属することとなった。なお、トライアヌスは、ガリア戦記を記したユリウスカイサルに倣って、自らダキア戦争の経過を記した、ダキア戦記を執筆したものの、すでに散逸している。ダキア戦争の一連の経緯は、トライアヌスのフォルムにあるトライアヌスの記念柱に、レリーフとして刻まれている。ありがとうございます。